ってなんだよサンジ。帰れ、他に意味なんてねえよ。隠してたことは悪かったよ。言えばお前らが惨めてねえ。俺とお前らとの身分の差は一目瞭然。ここにいりゃ金も兵士も召使いも使い放題。またあのくだらねえお前の仲間たちの船へ戻るのか。ここで四皇ビッグマムの美しい娘を妻にもらい暮らすのか。どっちが幸せかなんて比べるまでもねえよな。ふざけんな。できるか。レッドホー、レッドホー、ホールエラマ、エロク様も、レッドホー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 。お前が海賊王になれるかどうかも疑わしいってのは本音だよ。乗るなら勝ち馬を選ぶのが人情。冗談やめてよサジ君。レッドホー、ハッ、レッドホー、ハッ、レッドホー、ハッ、ホールエレファント、ハッ、レッドホー、ハッ、レッドピット、ハッ、レッドホー、ハッ、ビズリーム、とりあえず。やめた。構えろよ。お前とは戦わねえ。じゃあ消えろよ。それも断る。お前はいつもわがままばっかりだ。ちょっと、サンジ。さよなら。ごめんね、余計なことして。行くぞ。待て、サンジ。言いたくもねえ言葉並べやがって。嘘つくんじゃねえよ。俺のこと蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ。旅はまだ途中だぞ。俺はここで待ってるからな。お前が戻ってこねえなら俺はここで餓死してやる。お前は俺の船のコックだから。俺はお前の作った飯しか食わねえ。腹が減っても槍が降ってもここを動かずお前を待ってる。必ず戻ってこいサンジ。お前がいねえと俺は海賊王になれねえ。Yeah!
られねえな。どうせもうお前は終わりだよ。まだだ。おりゃー、子供の
諸君、ペロリン。逃げずに向かってくるとはな。いいだ、少し遊んでやる。ダメになよ。お前じゃ俺に勝てねえよ。覚悟はいいか？ってこった。部下をほとんどやられちまった。だがそろそろ限界のようだな。城でママがお待ちかねだ、ペロリ。これはここで。歌いましょうか。失って、私たちはビッグマムの城に連れてこられちゃったのよ。ようやく目が覚めたか。暴れまくった挙句気を失うとは。腹でも減ってたのか。ママ登場だ。麦わらのルフィ、とうとうここまで来たかい。ビッグマムか、こっから出せ。全部ぶっ壊してでも出ていくぞ。まあ、おお、まだその息はあったのかい。戦いが望みなら出てこいよ、ビッグマム。今ここで勝負してやる。つい最近新世界入りしたばかりのルーキーが俺に謁見しようなぞ、おこがましい。サンジのことをきれいに諦めれば殺さずに返してやる。結婚式が全て無事終わるまでそこでおとなしくしてな。四皇だからってふんぞり返ってんじゃねえ。サンジは必ず取り返す。最後に勝つのは俺たちだ。ガチャ。ママに喧嘩を売るとはバカな奴らだ、ペロリン。麦わら。まあいい、明日を思えば何でも許せる。最高のウェディングケーキが食えるから。
おや、俺の忠実な海の戦士ジンベエ、どうした今日は改まって。今日はあんたに大切な話を聞いてもらおうと思いここへ。うち辞めたりしねえよな。海賊なんだ、好きに生きるのが一番さ。だが親子の杯を返されるのは親の恥だよ。俺はお前という一大戦力を失うのさ。お前も何かを失えよ。それが落とし前ってもんだ。ママ、大変だ。捕まえていたあの骨の生物がいなくなった。まさか麦わらを逃がす気じゃねえだろうな。囚人図書室を見張るんだ。ルフィがこの城に。この結婚に抵抗すれば俺も仲間も全滅だ。さらにはイーストブルーにいる大恩人の命も取られちまう。だから抵抗をやめると決めた。俺の冒険はこれで終わりだ。サンジさん、私との結婚は地獄にはさせませんよ。君は救いだ。もし俺でよければ明日結婚しよう。おいプリン、逃がしてくれ。捕まっちまったよ。やられたのね。ひどいことされたんでしょ。本当にごめんなさい。そんな、プリン、私サンジさんにプロポーズされたの。え？でも安心して、私結婚しないわ。まんまと私に惚れたあのバカは私が式の途中で撃ち殺すからよ。あんたたちもどの道生かしちゃおうかね、哀れなネズミたち。おい待て、プリン、何言ってんだ。さよなら。そんな、俺たちもサンジも騙されてたんだ。教えてやんねえと。出せ！私が必ずお助けします。ルフィたちを救出せねばならん。ここで敵に囲まれようとは。おや、どの子が戦っているようですか。もし味方戦術を持てる。Yeah!
あなたなぜここに？それはさておき、まずは敵を片付けましょう。行きますよ。花歌三丁ヤハズ斬り、トップだ。この城の地下には囚人図書室がある。おそらくルフィたちもそこにいるはずじゃ。どこかの部屋に地下に続く階段があるらしい。片っ端から扉を開けて階段を探すぞ。実は私、ビッグマムに捕まりまして、命からがら逃げてきたところです。そりゃ災難じゃったな。ルフィたちも早く助け出さねば。扉から何が飛び出してくるんでしょう。ドキドキしますね。あ、私心臓ないんでした。この部屋本当に必要ですか？この部屋から出れると思うなよ。くそ。はい、お気をつけて。何？こんな部屋まであるとは。道は開けた。さて進むかの。これは地下へ続く階段のようです。あの先が囚人図書室に違いない。急ごう。ブルック、それにジンベエ、お前なんでここに？なんだお前たち、そこで何をしている？こりゃおそらくチョッパーたちはブリュレの作るミロワールドに囚われて、ブリュレを倒せば解放されるはずじゃ。
何なんですか。やる気に鏡が多いですね。仲間と戦うなんて最悪。さっさとブリュレを捕まえないと。この調子で一人も逃がすんじゃないよ。私たちの姿で襲ってくる敵のどれかがブリュレだから、見つけたら全部倒して。ブリュレは鏡を使う能力者。店の一味も鏡を通って移動しているはずじゃ。鏡をうまく壊せば逆に利用できるかもしれない。偽物と分かっていても味方とやり合うのはいいかせんもん。仲間の姿で襲ってくるなんて、悪い夢でも見ているようです。近くの鏡を壊せば敵は逃げられなくなる。うまくやれば敵を誘導することもできそうね。間違いない。お宝の匂いがする。行きますよ。アナウンサー三人称、ヤハズ斬り。もらったことしない。よくもやってくれたね。オールソリッド。はい、お気をつけて。アナウンサー参上。バレちまったか。まだ逃がさないよ。しなさい。あ、離せ。
しようかと思ったよ。ルフィとナミがジンベエたちによって解放された頃、レイジュとプリンの会話を漏れ聞いたサンジは耳を疑う。夢見てんじゃないわよ。あのチンピラと私が結婚するわけないでしょ。ビッグマム海賊団はジェルマの科学力を手にするべく、結婚式を利用してビンスモーク家を皆殺しにする計画を企てていたのである。プリンはその計画に協力しており、遭遇したルフィたちを初めから騙していた。そして自分の身辺を調査していたレイジュを拘束した。私はメモメモの実の能力者。人は誰も頭の中に記憶のフィルムを持ってる。私はそれを自由に書き換えられるの。プリンはその能力でレイジュの記憶を改ざんして去る。こっそりと現れたサンジは今ここで起きた事実をレイジュに説明する。いい機会だ。ジェルマはこのまま滅ぶべきだと思う。あなたは麦わらたちと逃げなさい、サンジ。サンジと入れ違いに今度はルフィがレイジュの前に現れる。プリンの裏切りをサンジに伝えようと焦るルフィに、レイジは彼が全て知っていることを告げた。騙されてねえんならいいや。俺行くよ。約束の場所はここじゃねえから。約束の場所に向かいサンジを待つルフィ。しかし到着して間もなく、戦いの疲労と空腹のあまり意識を失う。ちゃんと待ってねえと。あの場所で。やがて料理の匂いに目を覚ますと、そこには弁当を持ったサンジの姿があった。